潮消防時にですね、一緒に参加させていただきまして誠にありがとうございます。この無形文化財の伝統的な行事に一緒に参加して本当に素晴らしい行事だということを実感いたしました。この行事はですね、西送り行事保存会の斉藤会長、そして南山田町民会の宮本会長をはじめ、消防団、子ども会、そして様々な皆様のですね、ご尽力で市の開催に至ったというふうに聞いております。誠にありがとうございます。この夏の風物詩の西送りがですね、地域の絆を深めて、お子様たちのいい思い出になり、地域のですね、愛と愛と交信を広げる地域づくりに大きく貢献するというふうに思っております。この伝統的な行事をですね、一つずつみんな楽しんでいただいて、みんなに貢献したことをいただけるようにお願いしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は本当におめでとうございます。ダメ、何言ってんの。どうもありがとうございました。この地域の人たちの協会のお世話になっています。今日の人たちの協会の皆さん、こんばんは。ちょっと後でもいい、ごめんね。あと、本当に自分の思いを皆さんのおかげで戦いの中にやることができました。ありがとうございました。そして本日の参加者は700名以上の参加をいただいております。あと、参加していただく方も増えていただきました。これだけ色々ある自治体の行事を皆さんに手に入れて皆さんの人たちは本当にありがたいと思います。本当にありがとうございます。で、以上で無事で終わりますが、皆さんは帰り家まで着いたら交通ルールを守って帰っていただいて、帰りのないように最後の最後までご注意していただいて、無事で無事で終わりとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。体感でやってるんですよ、町内会の人。